参考までに昨対昨年と比べるとどれぐらいになったんですか。178% ぐらいですね。こんにちは、経営努力チャンネルの西村です。今回は先日の8月18日に開催されました茅野克美さんの祝東京進出セミナーで、懇親会の中で突然茅野さんがある経営者に指名されて質問されました。その経営者、なんとコロナにもかかわらず 178% も業績アップ、昨年対比で 178% も業績アップされている社長の話でした。それをご本人から許可を得ましたので皆さんに紹介してみたいと思います。で、そのまま紹介しますけども、ただ一点皆さんに気をつけていただきたいことがあります。それは成功事例、成功した会社の例をそのままやってもうまくいかない会社もあるわけです。倒産に至ってしまった会社もあります。で、それは茅野さんの、今回の事例でも出ましたが、エミリーさんという名古屋の成功されているケーキ屋さんの話が出てきます。しかしそのケーキ屋さん、ものすごく成功されてるんですが、そのケーキ屋さんと同じことをやって倒産してしまったケーキ屋さんもありますので気をつけていただきたいんです。だからその表面的なことを見るだけではなくて、その下にある成功原則というか経営原則を忘れないでいただけたらと思います。で、最後の方に少しそんな経営原則紹介してみたいと思いますので、最後まで楽しみにしてご覧になってみてください。それではそのように、コロナにもかかわらず昨年対比 178% の売上業績を上げていらっしゃる丸山社長の話を聞いてみましょう。丸山さんは西村さんの勉強会を通うようになって業績が非常に伸びたと聞いてるんですけど、はい、ちょっとだけはいろいろ知ってるんですけど、はい、ぜひ今皆さんに公開してください。何をやったのか、何をやったのか。はい、何をやったのか。何をやったんですか。何をやったかというと、西村先生がこう会うたびに、客層は誰なんですか、客層は誰なんですかって、聞かれるために、私はもう金町寄りで買いたい人と売りたい人に決まってるだろうって、心の中で思いながらも、なんでこう何回も聞くのかなっていうのが正直なところだったんですけど、聞かれるうちに、じゃあ何なのかなって突き詰めていくとですね、うちに寄ってくるお客さんって結構茅野さんでいう弱者ですよね。弱者のお客さんで何なのかなっていうと、やっぱりこう、年齢層が高い方が売り主さんなんですよね。70代ぐらいですね。60代後半から70代、80代の方ですね。そういう方ってどういうところに、どういうところでうちを知るかっていうとですね、半径500メートルぐらいで歩けるところですよね。歩けるところに住んでる人が、うちのチラシとか看板を見て、場所は知ってるわけですよ。それで、うちのチラシがしょっちゅう入ってくるんで、歩いてくると。で、事務所に最初は入らないらしいんですけどね、うちの店舗を見てると、イラストの、スタッフのイラストの、女性も多そうだし、怖くなさそうだしみたいな感じで、入っていくんですね。ということなんですね。だから売却を依頼していただく方は、非常にうちのチラシを大事に、中には権利書の袋に一緒に入れて大事に保管してくれてる人もいるんで、そういう方が、うちの売却を依頼してくれるとですね、競合はないんですよね。うちに来た瞬間にもうちで頼むっていう、ですから競合しないお客さんっていう、ことに、うちもたどり着いて、売却はもうそういう人を狙うと。購入に関しては当然ネットもやってますから、若い方もいるんですけど、全体的に言うとやっぱり中高年が、中年以上ですよね。20代、30代というよりは、40代、あるいは50代という方の客層の方がうちは多いという感じですね。そういう普通の、業者さんとあんまりこう競合しないお客さんというのを、客層として、
狙ってるっていうのが、まあ、業績が上がってきた原因なのかなというところですね。はい、あ、参考までに昨対昨年と比べるとどれぐらいになったんですか。昨年と1月から、まあ、7月、まあ、7月ですねまでで見ると、178% ぐらいですね。でそれは、まあ、今不動産ってちょっとコロナバブルじゃないけどもコロナの風も吹いてるんですがそれはどうなんですか。あのコロナであのお客さんが動いてることはやっぱ確実に動いてますね。あのやっぱりこう、まあ、テレワークとか、まあ、そういう関係上であの賃貸であの仕事場を家で毎日確保しなきゃいけないのに部屋がないとか、まあ、壁が薄いとか、まあ、近所の音が仕事がこう支障が出るっていうような方がやっぱりどうしても多くなってるので、まあ、そういう方がまあ購入したいっていうのとあとはまあ それ以外でもやっぱりその、まあ、前々から家を欲しかったっていう方がまあ、来年はあの年収が下がるっていう人もいるんですよね。確実に今年は去年より年収が下がるから今のうちに買っとこうとか、そういう方もいらっしゃるんで、まあ今年はやっぱ稼がなきゃいけないっていうのは現実なんですけど、来年どうなるかっていうのはちょっと、まあ、そこら辺は微妙なんですけど、まあ、今はそのある程度お客さんの動きが活発だっていうのはありますね。さっきチラシの話あったんですが、それ以外はどんなことですか。よかったら、茅野さんとか皆さんのためにも、チラシ以外。チラシ以外は、まあ、まあ、はがきですよね、やっぱり。はがきを、まあ、もう3年半、まあ、年、ユーザーさんと見込み客に、まあ、年6回、はがきは、バースデーはがきも含めて出させてもらってるので、おかなり顧客維持活動というよりは、まあ、お客さん、まあ、うちのユーザーさんが、まあ、買い増しで買ってくれるとか、あるいはその紹介をしてくれるとか、まあ、前から割と多い方ではあったんですけど、さらに、まあ、それに拍車がかかってきているというのはありますね。うん、だからやっぱりそのハガキの力っていうのは、売りのないハガキの力っていうのは、やっぱり、まあ、体感して、まあ、すごいなというのはあります。はい。ざっと何百人ぐらいですか、リストは。リストは500ぐらいですね。500から550ですね。月1回。はい、ああ、そう、年6回か。年、そうですね。まあ、大体3ヶ月に1回出し、まあ、正月と2月、5月、8月、11月に、バースデーハガキなんで、まあ年6回ですね。ああ、手書きも入れるんだ、手書きも。宛名だけ手書きですね。で、あとは手書き風に、っていう感じで、ホワイトベースさんの方で。私の本でもたまに載せてるですね、この、これニュースレター作成代行業の福岡の人なんですよね。うん、今回の新刊に載せてるのは大阪在住の鎌田さんという、まあ、ニュースレター作成代行業です。はがきはまあ書けるけど、ニュースレターって作るのは大変じゃないですか。で普通の素人はなかなか作れないですよね。で彼はまあ一応それが仕事だからっていう、自らのニュースレター作成代行業としての、これも紙がね、毎月1回来るんですけどね。そしたらね、連絡特にしてないのに、今日ポストに入ってたんですよね。私の東京のこの浅草の住所をちゃんと書いてね、うん、おお、来たんです。あ、でかすね、これすごい。手書きが入ってた。手書き。ああ、川原さん、東京の生活どうですか、うん、まあね、で、どうのこうのってね。うん、はあってね。これは印刷物だけど、たまにね、彼はね、年に何回か、一通ずつね、手書き入れて出してるんですよ。この印刷物をね、うんうん、まあ数百枚、千人までいってないですけど、いや、すごいなぁと思ってね。
もうついやっぱで彼の場合はね、やっぱ中身がね、つい読みたくなる内容です。中小企業の経営 に役立つ情報を毎回載せてるんですよね。だからまあ正直言ってね、いろいろ福岡時代はもう毎月何十通も来てましたけど、まあ9割以上はもう中身見ずにですね、メールも来たやつももう削除してますよね。あのやっぱりね、競合が多いとやっぱ質が大事ですよね。商品3部に売り7部、なんだ両稽古とか言うけど、やっぱ最後はね、質が良くないとね、やっぱ見ないですよ、うん、同業がみんな質が悪かったらとりあえず出しがいいんですけどね、うん、まあまあこんな感じですよね。やっぱね、コストかかる。これ多分1通あたり100円ぐらいかかってると思うんですよ、うん、あの法人向けだからそれぐらいかけてもいいのかもしれないけど、あの何ちゅうかな、やっぱメール、簡単なメールに比べるとやっぱ紙はね、やっぱ見るね、まだね見る、目立つでついね、こんなところでもうね、彼の勝手にね宣伝、まあ、してますけど、いややっぱすごいなと思いますね。こういった紙メディアとか直接会ってこんにちはとかね、挨拶回り、丸山さんが街でしているようなことはね、福井中道さんも全く同じことやってますんだよね。ああ、地域密着アナログ系は、まあ、接近戦と顧客維持のところをですね、ちゃんとやったら本当すごいですよね。同業がみんな楽なネットに流れていってるから。あとこの丸山社長のとこは予期せぬ成功はありますよね。あのお客さんで。はい。あの普通不動産ってね、大体1回買ったら終わりじゃないですか。ああ。丸山さんとかは何回買ってくれるんですか。まあ全員じゃないけども。多い方はまあもう10件ぐらい買ってます。そうですね。投資とか、投資ですね。投資で買ってくれてる人はもうほぼ2、3年で10件ぐらいは買ってもらってる人もいますし、あとは住み替えとか、まああとはその、自宅を買って、あの会社で、まあ、事務所を買うとか、まあ、うん、この間買ってもらった人は、動物病院の土地を4年前に買ってもらって、まあ、そこに動物病院を建てた人が横に土地が売りに出たので、まあ、その土地をまた買ってもらったっていうで、ね、うん、でこれはあの全ての不動産に当てはまらないか分かんないけども、まあ、丸山社長のところにとっては予期せぬ成功だったっていうふうに、そうですね、まあ、僕らも感じますよね。まあユーザーさんが他で買えるのを必ず、まあ、この間西村先生に、まあ、そこ の, あの土地なんかは売り主さんがあのどこか分かってるんですよね、あの買い主さんも。でそこを通せば仲介手数料払わなくていいんですけど、まあ、うちを通して買ってくれるという、うん、まあそういうそのまあ信頼関係が保ててるのかなっていうところですかね。はい。まあ大体そういうところですかね。そうですね。まあ、あのそれ以上知りたい方はぜひあのうちの勉強会に来ていただきたいと思います。加山さん、聞かれたいことはそういうところでいいですか。はい。丸山社長、惜しげもなくノウハウを教えていただいてありがとうございました。そしてこの丸山社長の話を聞かれた方は、茅野さんが前半の講演会で話されました弱者の戦略を結構着実に実践されているということでした。まずはアナログなチラシとかハガキというそういうアナログな、まあ、接近戦的な発信ですよね。それをお客様にされているということでした。でチラシとかについては巻いてもうまくいかないっていう方はこの後に別のあの助言コーナーでその話が出てきますので、その動画もご覧になっていただいたらと思います。または客層を明確にするということもありました。特に強い競合がいない客層を抑えているということでした。それが丸山社長のところでは60から70の女性を中心とした顧客ということです。そして興味深いことは、そのような弱者の戦略をやり続けていくとどうなるかというと予期せぬ成功。これ茅野さんも言われましたが、ピーター・ドラッガー先生の予期せぬ成功ですよね。思っても見なかった成功や、別の言葉で言うと思っても見なかったお客様との出会いがあるという、こんなことでした。まあ、これはやはり丸山社長が
着実に、まあ、忠実に、また頭を使ってうまく応用してその戦略を実践されているからではなかったかなと思います。では今回はこのような形で紹介させていただきましたが、今後もですね、そのような弱者の戦略や中小企業、小さな会社が成功するための戦略にはどのようなものがあるのか、そしてそれを実行すると経営努力に移していくと成功できるという、そんな内容をまた紹介していきますので、ぜひですね、続けて勉強したい方はチャンネル登録や、よかったと思う方はいいねボタンを押してみてください。また特に最近ですね、再生回数もあるんですが、再生時間がすごく伸びています。それはこんな風に長めの動画を結構出しているんですが、皆さんがしっかり何度も見ていただいているからじゃないかなと考えています。そして先ほど事例を話してくださった丸山社長もそうなんですが、まあ、どっちかというと1回見て終わりというよりも、まあ、ラジオのようにまあ聞き流していらっしゃるというんですが、何度もこう聞いていらっしゃる、それを通してよりこう理解していかれるという方がいらっしゃると思いますので、そんな形でご利用いただいたらと思います。だから、まあ、今回の動画は割合短い動画ですが、私の動画は割合長いもの、1時間近くのものを出しています。それは聞き流していただいても、まあ、聞いていただけるに、まあ、いちいち再生ボタンを押さなくてもいいということもありますので、そんな形で長い動画も出しておりますので、まあ、いろんな形で皆さんの経営のお役立ちになればと思っております。それでは今日のご視聴もありがとうございました。